の声が。ドスコイボンジュール。なんか触覚がさこうなるの、それが嫌だの。ここはこんばんは。よし、ありがとうございます。アメ、こうしてこうする、こっちの方がいい。公演の時間にやりたくないんですよ。公演の時間にやりたくない。公演の時間はね、公演の時間にやらずにって感じ。あんまやんない方がいいと思うし。ありがとうございます、マシュマロ。よし、久しぶりに耳出してる気がする。待って、今日あのさ漢字のやつ持ってこうとして忘れた。ありがとうございます。あとドスコイボンジュール、今日はねメイクしてないんだ。ありがとうございます。だるまマシュマロ、ありがとう。キャンディー、けん玉は探すの忘れちゃった。ありがとうございます。ハート、さっき超眠かったな。ありがとうございます。あのさっきママと一緒に、本当に今さっきママと一緒にあのココハにあげるあのお菓子を買いに行ったんですよ。そうで、ちょっとそれまでちょっと眠すぎて5分寝た。ありがとうございます。ハート、ありがとう。明日も朝がとても早い。明日は5時起きだ。ひゃー、こんばんは。ココハになんか普通の本当の本当のっていうか、なんていうの、なんかココハが好きなところのなんかブランドっていうの、なんかそこのやつを買ったの。それがガチの誕生日プレゼントで、お菓子もあげるみたいな。お菓子もそれもあげる。ありがとうございます。フォロー、待って、17日、ちの特会よ。ドスコイボンジュール、メインの誕生日プレゼントがあのまた別にあって、そこにお菓子みたいな。いや、ブランド物ってそういうブランド物じゃないんだけど。そういうブランド物、え、それちゃんと誕生日プレゼントは自分で買いました。え、どっか行った。16日は両方とも完売しました。ありがとうございます。あと違う、そういうあのそんなにあのあれです、ココアが好きなところがあるの。それはあのココアにあげてからの楽しみ、ネタバラシになっちゃうので。ありがとうございます。マシュマロ流れ星、そこいぼんじゅう、これ置いてくればよかった。ありがとうございます。あと、飾ら、え、飾った方が良くない？こうやってやるより飾った方がいいでしょ。そう、これで思い出したんだけど、なんか狼とプライドの
聞いていたのところがなんかこうなの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 かこっちだった、結局こっちだったんですけど、ありがとうございます。肌流れ星マシュマロありがとう。なんかお渡し会のさ様子流れてたよね TikTok で。こんばんは。そう、お姉ちゃんの髪の毛はやったんですよ。ありがとうございます。あとあのさ名刺渡し会のララポートの様子がさ TikTok に出されててさ、ここ何喋ってたんだろうあれかみたいな感じでなんか言ってた。こんばんこんばんみそうそう、つきちとのやつすごい本人フォローしてね、みんな。すごいボンジュール。手が逆だったね。手が逆だった、え、こうじゃなくてこうだったってこと、こうだった、こっちじゃなくて飾ってる方が握手会倒される人減るからいいね。ああそういうこと、確かに突き出して、ちゃんと突き出してますよ。もうしっかり来る前から突き出しとくんで大事です。それはこんばんは、突き出すの大事。初めて会った時の表情を忘れない、すごいね、ありがとうございますありがとう。始まろう。なんかさ学校でさ一回も使ったことない、なんか英語のめっちゃ熱い冊子があったの。それをなんか学校でさ使ったやつってさいらないじゃん、もうだから置いといても邪魔だし、捨てるか捨てないか。ララポートさん寒かったけどなんか本当の外じゃなかったじゃん、なんかあったからテント的なやつだから、でも寒かったっちゃ寒かった。突き出されて圧を感じた。ドスコイボンジュール初めまして、フォローしてね。だからねそれをね、ドスコイボンジュール、あココ、ココハ好きな人だココハの写真を明日メールにあげる。ありがとうございます。あとも勉強しないから学校、いやそういうことじゃなくて新しい学校に行くじゃんか、だから今使ってる学校のなんかやつを一回も使ってないやつがあるのね。なんか授業で使わなかったわけよ一回も、多分これから使うやつだったんだと思うんだけど。こんばんは。すごいボンジュール。先祖が帰るときまあまあ歩いてた、まあまあ歩いてた歩いてた、そこさ本当にずっこけるかと思ったんだけど。みやびちゃんの写真もお願いします。みやびぶとの写真こう抜けてないっけ。メールジャージは寝るときに使えよ。今日はジャージ着てません。これはお姉ちゃんとママが選んでくれたパーカーみたいな、スウェットみたいな。高校生の間撮っていただいて、でもさめっちゃ大量にあってさ、本当にこんぐらいの、この画面のね、この画面ぐらいの大きさの袋に今全部入れたわけよ。全部っていうか、あと授業あるやつは学校に置いてあるけど、授業ないやつはもう家持って帰ってきたのね全部。それがこんぐらいの袋にもういっぱいいっぱいなの。だからこっちゃんチアガールどっちにするか決めたん。なんかそれは まだ決まってなくて、ちょっとスタッフさんに聞いてから決める。こっちゃんは V 字バランスできる、できたはずだけどもうできません。ドスコイボンジュール、ドスコイボンジュール。 V 字バランスってあの足片方こういうやつでしょ。ありがとうございます。あと
全部取っとくわけにはいかないみたいな。え、なんか教科書は一教科につき、なんか普通の教科書だけでなんかそのやつによるけど、 CD に入ってるし生写真は誰だった。え、ねそれ入ってないんだけど、ここのやつ、ここのさやつさ入ってないんだって。どういうこと、入ってないの。え、これさ、なんかあれなの、なんかなんだっけ、ファンクラブ限定のやつが入ってるってことなの。スコイボンジュール、スコイボンジュール、なんかさよくわかんないの。学校でこっちゃんのお別れ会してくれるの、してくれない、してくれないです。初回限定版じゃないで、初回限定版って何、初回限定版ってどれ。ありがとうございます、流れ星。ありがとう、音符ハート。おーちゃんがジャケットに入ってるのは初回版。え、これ何なの、これは何なの一体。え、でも多分これは多分通常版だから入ってないんだと思う。こんばんは、こんばんは。通常版わかんない、多分、え、多分これは入ってないやつは買ったんだと思う。テンジュニットの投票権ないです、自分では買ってないです。だから多分違うものを買ったからだと思う。今日も下はジャージじゃないです、パジャマです。初めまして。なぜ買う、なぜ買う、買ったから買ったみたい、なんか家に届いてた知らないうちに、パパが買ったみたい。違う、いつも学校から帰ってきたりしたりすると、いつも下はパジャマなの。ありがとうございます、ペンライト。そういえばさ、SKEのさペンライト持ってる、ここも。ありがとうマシュマロ、目かゆい。今見えないんで、寒さ対策ありがとうございます。部屋着とかないんだけど、ジャージしかない。特会で下はパジャマなら、え、なんで下がパジャマがいいの、見えないじゃん下。ありがとうございます、すごいボンジュール、こんばんは、可愛いです、ありがとう、ありがとう。今日面白い話、面白い話、面白い話か、面白い話、あ、面白い話あった、面白くないけど、面白くない面白い話するね、面白くない面白い話。やばい、市内持ってってが聞いてないわ。こんばんは、聞きたい、じゃあ言うね。晩ご飯は食べた、すごいボンジュール。そう、あの、面白くないけど面白い話ね。あのココハはパンダが好きじゃん、パンダが好きなんだけど、だから生態サイティシャツのデザインとかパンダとか
んだけど、ありがとうございますあと。けどそのパンダをあげようと思ったの、ココアに。パンダあげようと思ったけど、ココアめっちゃパンダ持ってるからね。あの人形とかなんかスリッパとかいろいろ持ってるっぽくて、だからパンダ他思いつかなくて、思いつかなかったから、あのパンダじゃないものをメインとしてあげることにしたのね。でもね、今日のお菓子会に行ったらね、パンダのなんかチョコの大きい袋のさ、なんかパンダホニャララみたいなお菓子があったわけよ。だからそれを買ったっていう、面白そうで面白くない話面白くて面白くない話です。あ、サクサクパンダ、それを買ったの。しかも大きい袋で。あ、でもなんか今までお世話になった、高校です、高校のお友達にパンダ、あのサクサクパンダを買ったの。パンダ好きだから、見た瞬間、あ、これはあげなきゃいけないと思ったの。面白いでしょ。自分で食べなさい、しっかり見えます。それで、なんかさ、業務用じゃないの、なんかさ、チョコのさ棒がさいっぱい入ってるやつあるじゃんか。そう、お菓子でパンダを買ったの。なんかめっちゃチョコのお菓子が入ってる、なんか業務用じゃないけどそういうタイプのお友達がいるのね。わかんない、なんかチョコの、あ、面白かった、よかったよかった。なんかわかんない、小枝じゃなくてチョコの生チョコ、違うな、なんかチョコ棒って書いてあるやつかな、いっぱい入ってるやつあるじゃん。ありがとうございます、キャンディー。チョコ、なんかそれもサクサクしてるやつだよね。アホゲやばい、チョコ棒です。つつかないです。はじめまして、特用チョコ、それか、なんかそんなような名前だったような気がする。すっごいボンジュール目乾燥する。でもさ、全然さ、あのさ、原野つけ棒じゃない、さ、なんかさ、ココハにさ、パンダ用の餌なんて売ってないか、なんもないえ、どこに売ってると思う。まあまあ、17日のさ、トーク会はさ、あと残り30枚以上あるってことだよね、多分。残りコンタクト外したら何も見えなくなる。なんかさ、カラコンをさ、つけるの OK にしてほしい。つけてみたいんだよね。なんかさ、一回さ、なんか、なんだろう、一回っていうか買ったことがあるのね。でもここ何も分かんなかったから、普通になんかこれって思ったものを買ってみたら、あまりにもカラコンが大きすぎて変だった。息子いもんにゅる。目覚ましで目薬したら刺激強すぎて天国行くかと思った眼鏡はなんか今使ってる眼鏡目悪いから、その眼鏡は変だから変えようって言われて、今普通のやつ、普通です、普通にっていうか、いつもここ普通のやつしかつけてないよ、色ついてないやつこんばんは。メールのあさってが朝になって、手越しがめっちゃ面白い。マジで、あさってが朝になってた、あさって、あ、そういうこと。
え、ここ明後日かけるよ。明日への明日に、明後日だから後で、ちっちゃいつにて。普通じゃないメガネ。え、なんか普通のメガネなんだけど、それが似合ってないんだってさ。スコイボンジュール、コイドスボンジュール逆になったんだけど朝なっちゃった。ね、朝、あ、日にちの日だった。ありがとうございます。あと、まあ、ここはねちょっとしょうがないんですよ。5時はちっちゃいつに手じゃなかった。朝って結局さ、あのお姉ちゃんがさ、要求してきたって言ったじゃん、卒業祝い。ここのメイクポーチの色違いを買うことにしたの。お風呂入ってたら寝遅れました。ダメだよ寝遅れちゃ。いいけど制約のメガネ似合ってた。え、本当にありがとうございます。もあれさ、なんかここさめっちゃ一人だけ上にかけてなかった？ここはんの買った時の姉ちゃんなのに。いやだって買う予定なかったんだもん。すごい万人の遅刻会は、握手会は遅刻しないから許してね。ありがとうございます。特会も来てくれていいですよ。メールの数間違えて3通少なく教えてた。3通少なく教えてたってことは3通増やすってこと。小遣いで買ったの。そうだよ。逆さまにかけるのしです。あ、リーナさんがかけたっていうやつか。おばちゃんも2年生になるだけだ。でもらえません。まあ、でもここはこれからお金がかかるので、そんな買ってなんてもう言えません。アホ毛やばいな、いつものことだけど。こんばんは。ここも自分のアバターが欲しい。なんかさ、さつきちがさ小籠包間違えたじゃん。あの小籠包のショってやっちゃったやつ。ここもさ小籠包のさ、あの店員さんになりたかったんだよ。店員さんになりたかったっていうか、あの何番っていう人になりたかったんだよ。前髪重たい時ってあった？あった。あのね、小学校4年生ぐらいの時かな。違う、4年生の時はなかった。5年生ぐらいの時から中学校1年生の時まで、もうとんでもなく前髪重かったからね。なんだあれやった感じのぐらい重かった。音楽会とか見ると重すぎて思ってないから。で、毎日配信ってさ1000日間続けないとダメなんです。多分小籠包はなんか例えば100、155番だとするよ。そしたら155番のお客様みたいなやつ、これあれをやりたかったの。おでこ出しは、あれ、こっちの時っておでこあったっけ。あ、おでこあったかじゃない、髪の毛あったっけ。あ、前髪あったっけ。でも幼稚園の時よく覚えてないけど、あったかな前髪。幼稚園の時は小学1年生の時から4年生まではずっと前髪なかったからセンター分けしてて、中学3年生は前髪作ったりセンター分けしてたりなんかいろいろしてたですね。違う、小籠包の、じゃあ AKB のあのオーディション行った帰りに行った小籠包のお店が、あ、その日その時のオーディションこそ受かってたと思って落ちてたやつなんですけど、それの
そこの小籠包のお店のそのやつになりたかったの。ちょっとだけ、ちょっとだけっていうかだいぶ憧れてたから真似してた。髪はどこで切るの？美容室。昔の写真まで待ってます。昔の写真。こっちゃんはほぼおでこ、こっちゃんはほぼおでこ。新宿、わかんない、よく覚えてないけどね、AKB48 さん の, あのオーディション、三次オーディションの時に、ちょっとコメント止めとくね。え、ちょっと待ってね。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。遅刻ボンジュール遅刻ボンジュール。あ、そう、18期生ですねの時に、三役それ分やったんですよ。なんか自分をアピールし しなさいっていう、30秒で自分をアピールするっていうのがあったんだけど、それで、ここは大体さ、みんな歌歌ったりダンスしたりっていうのが多いじゃんか。でもやっぱりさ、こう印象を残したいじゃん。印象を残したいし、やっぱり特技が相撲だから、最悪揃い踏みをやることになって、なんか家のテレビに映して最悪揃い踏み一緒にやってね、なんかこう練習して当日やったわけですよ。で、最悪揃い踏みやりますって言ってやって、一人で、一人と審査員が、審査員さんと自分でちょっと 笑いつつやりながら、最悪揃い踏みみたいな、そう、少しだけを覚えてるんじゃないかな、今でも。こんな人いたんだみたいな、多分そんな印象だと思うから、逆にだから落ちたのかもしれない本当にめっちゃ笑ってたから、多分お笑いしに行っただけだと思われて。でも多分ココは、多分っていうか本当にココは絶対良かったと思った、それで。自信満々だったら落ちてて、だいぶショックで、メンタルやられたで、なんか結構普通に笑われた、普通に笑われて、そうやって、その帰りに行ったんですよ。その帰りに小籠包屋さん行って、それを聞いて、ココはそれをになりたいと思った。ありがとうございます、キャンディ。竹町の時はそれをしなかったからそれしたら落ちてたかな。え、でもだいぶめっちゃ大爆笑されたからね。じゃ、なんかもう絶対もう超笑ってたの。もう超大爆笑してたし、もう会場が、その月の日、次ある人もさ、こう緊張ほぐれるぐらい面白かったから、だから絶対勝ってると思ってたわけよ。落ちてたけど、ありがとうございます。スケインの時は、風邪ひいてたんで、ちょっと風邪ひいてて、そんなそれをやってる時間がなかったんですよ。だいぶ長い風邪ひいてたので、で、めっちゃガラガラだったので、自分のこう何かをやるんじゃなくて、気持ちを伝えるみたいなにして、普通に喋ってっていう感じですね。ありがとうございます、マシュマロ。笑い取りに行かないでくださいそう、そうなんだけど、すごい面白かったから受かってると思ってたの。歌えばよかった説ねやばい、歌ったら落ちるわ歌ったら落ちるわ、絶対。元気がない。え、でもね、本当にね、その時も風邪ひいてたけど、2日前ぐらいまで熱あって、本当寝込んでたから、もうそう、何かをこうやったり、例えばダンスをしたりとか、ミヤビームやってたけど、そういうことをしてる余裕時間がなかった。風邪ひきすぎて具合悪かったから。まあでも結果勝ったので良かったです。でもやっぱり文化祭休んで来たのが良かったかなって思いますね乃木坂のオーディションは普通に
知らなくて寝坊し知らなくて寝坊したっていうか、知らなくて寝てたら電話かかってきて一瞬で受けたみたいなね。でみんな内容知ってるの一人だけ知らなくてちょっとあれでした。髪の毛ボサボサで、おみくじ同期で来てたから私は遠征したんで、なんかココはオーディションをめっちゃ行きたかったわけよ。文化祭初めての文化祭だったから、あのその行きたい気持ちもあったけど、でもやっぱりオーディションでもし行かなかったらさ後悔するじゃん、絶対後悔するなと思ったからそっちを選んだんだけど、やっぱりママからしたら初めての文化祭だから行った方がいいんじゃないって、オーディションはこれからも受けれるしみたいな言われたから、じゃあおみくじ引いて大吉出たら行こうってなって、おみくじ引いて大吉出てじゃあオーディションに行くって決めて行ったの。ありがとうございますフォロー。文化祭を休んで、なんかその前日は文化祭行ってたんですよ。なんかクラスパフォーマンスみたいながあって、まあ、それは本当に休むわけにいかないじゃん、みんなに迷惑かけるから、だから本当にその人被らなくてよかったなと思ってて。そうだから本当にそう、まあでもねやっぱりあの1回しかないので文化祭は、頑張った時には行ってほしかったらしいけど、でもやっぱりおみくじをね引いてね、大吉出てねよかったです。しかもねこうやってみんなにね会えてよかった本当に。しかもお姉ちゃんもおみくじ引いてて、あの大吉だったんですよ。文化祭は何するやつだ、文化祭はなんか出し物的な、ココがオーディション行った日はなんか出し物みたいな、何屋さんとかそういう感じ、例えばココたちのクラスは飲食だったけど、飲食とかそういうやつ。お姉ちゃんは、お姉ちゃんもこういうコートはこういうやつじゃないけど、こういうココみたいなやつじゃないけど、なんかその別のあれがあって、それそう、お姉ちゃんもそういいことあったんですよ。メイドカフェじゃないけどね、ほんと普通のやつ。もう名古屋の高校はまあ、何かが限らない限りは行くけど、文化祭はね一回はやってみたいかも。文化祭ありがとうございます。流れ星姉妹です。経緯とは、姉妹です。経緯とは、姉妹です。経緯はしませんけどね。私はひたすらわたあめ作って、ここわたあめ食べたい。わたあめさ、なんか焼肉屋さんとかにあるじゃん、さそれやりたくてさ、めっちゃでかいわたあめ作ってたりしてた。ここのメイドは見てみたい。え、もうそこメイド服着てさ、メイド服着てお菓子作ったよ。そしたらホラーになったやつ、パンケーキのやつだ。こっちゃんが飲食食中毒出すから行かなくてよかったもん。食中毒確かに危ないね。確かに確かに、高校の奥さんバルーンアートでいろいろ作ってた。風船かな、焼肉屋にあるの。え、あるよ、あるある、あったんですよ。ゲーセンにあるの。あー、ワッフルあるよね。え、ここね中学校のあの修学旅行で学校の先生に、友達と4人かな、4人と
あのソフトクリームを絞って、ソフトクリームを絞って、ソフトクリームをこうやってやるやつやるじゃん、こうやってなんかバイキングに行ったの、コージのクラスは。でだからなんかこういうのあるじゃん、こういうのこれグイッてやったらボーって出てくるやつ、それをやって、なんかなんだっけ、パラパラってやるやつあるじゃん、なんだっけ、なんかさ青い袋のさやつあるじゃん、あの牛乳入れて飲むやつみたいな、あれなんだっけ、そのまきまきするやつ、あのね、高2の修学旅行は知らないけど、でも高1のなんかクラスでどっか行くみたいなやつはレッスンとかぶったから行かなかったけど、なんだっけなんだっけなんだっけ、名前忘れた、ちょっと調べます、ちょっと待って、 Google がない、 Google ない、どっか行った、なんで捨てた、あったあった、趣味に聞くのやばい、なんだっけ、ソフトクリームに合うお菓子、出てこない、じゃあ牛乳の、牛乳入れて食べるやつ、あった、シスコーンだって、シスコーン、あ、コーンフレークですね、シスコーンシスコーンだって、それ応援したんですね、コーンフレークです、コーンフレーク、シスコーンって出てきたんだって、コーンフレークスナックシスコーンだって、これ言って、めっちゃめっちゃ大きく絞ってあげたっていう思い出、あとはこんなにでっかいジュース飲んでお腹壊した、シスコーンだから、シスコーンだから、めっちゃこんばんは、ココちゃんのお姉ちゃん、ココちゃんはしつこんだけどお姉ちゃんはしつこんじゃないよ、でもね多分どうせココがねこの家から離れるってなったら泣いちゃうと思う、お姉ちゃん悲しくて、ココはねお姉ちゃんいなかったら悲しいな、すごいボンジュール、姉ちゃん、こっちゃんは支えてもらって、お姉ちゃんは、お姉ちゃんはさ、いいよ、朝ごはんはシスコン、いや、朝ごはんはパン、喜んでこっちゃんの部屋使ってそう、いや使うって言ってたけど、毎日連絡する、ココが、でもココが名古屋にいるときはお姉ちゃんに電話してたけど、もう姉ちゃんもやらなきゃいけないことがあるから切るって言われて、結構切られてきた今まで、でも姉ちゃんもう大学行ったらもうめっちゃ忙しくなるから、そんなことしてる暇はなくなるらしいです、テレビ電話するでしょ、え、するけど、あの風入りたいから切るってよく言われてた、こんばんは、喧嘩しないよ、
ちゃんの画面、ココがショールームやるときは絶対みんな見てる。こっちゃんは大学行きたい。こっちゃんは大学は絶対行った方がいいって言われてるから、行きます、行きますって行きます、行きたい、行きますっていうか、行った方がいいなって思ってる。でもなんか学校の先生、なんか全然関わったことない先生なんですけど、ここは全然関わったことない先生なんだけど、なんか担任の先生とかじゃないし教科担任の先生とかじゃないんだけど、なんか気にかけてくれる先生がいるのね。やっぱりなんか何て言うの、通いだから大変っちゃ大変じゃん、結構。だから次の日学校に、もうそれは深夜帰ってくることが多かったから、学校になんか来ない人とかあったじゃん、あったじゃんってか、あるっていうか、学校レッスンで休んだりとか。だからそういう気にかけてくれる先生がいて、その先生がなんかお菓子とかくれたんだけど、何の話しようとしたんだっけ。暑い、あ、思い出した、なって暖房のリモコンどっか行った。なんかその先生が大学は行った方がいいよって言われたので、学校は嫌いでした。ほうね、暑い。ここもそんな学校は好きじゃないけど、届けよ、お、重い、ありがとう、パンダ、パンダじゃない、クマ、ありがとうございます。名前とバレされた先生じゃない。耳いつまでさ、赤いの。大学は行っておいた方がいい。両立はできそうなの。まあでも今全然できてるとは言えないから分かんないけど、名古屋の大学に行けば通いじゃないから、まあでも高校は通うので、これからも2年生になってからも通うので、大学でもやっていけるかなみたいな、分かんないけどね。ありがとうございます。でもまだあと2年間あるので、じっくり考えて。なんかさ、携帯の画面さ、ここら辺割れたんだよね。そう、あのさ名古屋駅でさ、携帯ブワッと落としたの。ここなんかさ、携帯となんか思ってたのね。そしたらさ、なんか感覚おかしくなってさ、片方の手開いちゃってさ、それ携帯落としちゃってさ、思いっきり。そう、でもレンズとか割れてない、なんかただのフィルムがちょっとピッて割れただけですだけどね。そう、なんか無意識に片手開いてて、そう、本当フィルム貼ってなかったらね、やばい。ね、次の学校で友達できるかな。友達100人できるかなって。携帯とゴミを持って携帯を捨てたことならあります。それどうしたの、結局携帯そのまま捨てたの。 iPhone はすぐ壊れる、すぐ割れる。何 iPhone ってiPhone の間違いかなあ、ちゃんと拾った、よかったです。
え、さあ、でもゴミは猿ってことでしょ、めっちゃ変な人じゃん。友達100人作った面倒だよ。いや、なんか学校の先生にさ、なんだっけ、友達、本当の友達なんか1人だっけ、1人か2人かなんか前書類も出たことある、んんだいぶ前の話だから忘れちゃったけどでいいみたいな。じゃあナンパされたら逃げるのよ、それは当たり前。え、でもここ小学校6年生の修学旅行で追い回されたことならあります。小6の修学旅行で、そう、都会でギャルにはなりませんよ。でも一回なんか長い爪が謎に憧れてたことがある。だからピアノの先生にさ、ピアノやってたんだけどさ、ピアノのさ先生にさ、なんか爪そんな長くないんだけど、なんか切らなかったのね。そしたらあのなんだっけ、爪どこまで伸ばすのって聞かれこんなに伸ばす人もいるんだよみたいな写真見せてくれた。迎えるメッセ行きたいけど、行ったらその日のうちに家に帰れない事実。あー、そっか。すごいボンジュール。そう、なんか修学旅行の帰りになんかこうさ、学年でさ、なんかエレベーター乗ってたわけよ、こうやって。そしたらなんか上にさ人がいたの、上にね。でなんかみんなのこと見てたの、こうやって。で普通に行こうとしたら、あ、そう、エスカレーター、そう、なんかね、ピアノやる人は爪を短くしてなさいみたいな感じなので、エスカレーターの上で待ってて、でなんか言われて、そう、エスカレーター、こう、エスカレーターってエレベーターの違いが分かんなかったんだよね。もう分かるけどね。でなんか帰ってくる時に追い回された。どこにいる、どこにいるみたいな、いたいたいたみたいな。まあでも先生とかいっぱいいたろうね、人。安全安心。エスカレーターとさ、エレベーターって難しくない？似てるじゃん。しない、もう、その時剣道やってないもん。箱がエレベーター。こんばんは。怖すぎ。なんか、あの子かわいいね。怖いね。名前似てるよね、そっくりだもん名前。難しいよ多分ね、小さい子とかならね、分かんないと思う。え、同じ、確かに。エスカレーター、エレベーター、え、でも最後伸ばすのも一緒だよ。エスカレーター、エレベーター、エスカレーター、ターも一緒。え、似てるよ、似てる似てる。そっくりだよ。こっちのエレベーターに挟まりそう。挟まれそうになったことはあるけど、挟まれてはない。でもそうだね、なかなかさ、エレベーターって人挟まなくない？SK に加入してからで挟まれそうになったので、しばこ、あ、これ20のやつなんですよ。ありがとうございます。あとこれさ、このティッシュ使ってないわ、ここで寝てないもん。電車の扉では挟まれます。電車の扉では挟まれたことないけど、挟まれた人を見たことはある。どうすればいいか分からなかった。駆け込んだことはあるよ。ここ
急いで突っ込んだことはある。だって学校は間に合わなくなっちゃうんですよ。だってさ、長野の電車なんて30分に1本ないんですよ。自動ドアに挟まれたことないよ多分。なんかさ、電車でさ開くとさ閉じるのボタンがあってさ、入ってる瞬間に閉じるのボタンを押してたのね、その人がね、挟まれた人が。で閉じるのボタンを押したらさ始まっちゃうじゃん。それでさ、どっち押せばいいか分かんなくなっててさ、なんか困ってたですね。でもあの普通にこうやってやっ見てました見てましたっていうか気になっちゃった。ミレイちゃん中学卒業したみたいだね。今日かな、今日卒業したのかな。目かゆいね、ほんとに。みやびちゃんが改札にここのここと一緒じゃん。そう、閉じると開くのボタンがあるんですよ、長野は。あるんだけど、それをそう、群馬もあるよ。おお、名古屋は何かね。長野の電車は切符のみです。田舎なので。寒い地方しか閉める閉じボタンない。でもあれさ、乗ってる時にさ、あのさ、長野の電車ってさ、なんか待つみたいな。長野さん、前から乗るからそこを気をつけてね。前からの切符のみ。そう、長野は切符のみなんです。スイカも使えないし、電子なんていうの、なんかピーっていうのはダメ。IC カードがそう使えないの。会社につかまれるのは、あ、挟まれるのは名古屋の話。あ、でもスイカ使えないんです。でもここの携帯はママが2017年にしたのでスイカ使えないんですよ。なので普通のカードでピーです。ありがとうございます。ひょっとして無人の駅とかある？ある。アップルペイ。わかんの？え、治んないんだって。ここがあと16歳になるまでだから、あと10年間治んない。でもなんか毎回、定期持ってたんだけど、定期持ってたけど学校に行けない日とかあるから今は切符で過ごしてる。新しいの買うしか。そう言ったママに、もう一台携帯買ってって。無理だよ。でもね、長野でもそんなに田舎ってこと、田舎ってほどに田舎じゃないけどね。帰れないの。切符買わない方が安い。切符高い、めっちゃ。でもね、買ったばっかなの携帯、高1になる時に買ったから。新しいやつだから携帯は変えられないけど、なんかそのいろいろ変えると、今ここがみんなに送ってるメールとかそういうのとかもショールームとかも全部おかしくなっちゃうかもしれないから変えれないんですよ。ペイペイは使える。熊谷駅長やばい。6歳なんです今。6歳現在。
マスコイボンジュール。タブレットはもうタブレット、高校はタブレットです。授業とか基本的にタブレットだよ。マスコイボンジュール、違う、スマホが6歳の時で頭は16歳です。16歳だよね。ここいつもさ自分の年齢分かんなくなるんだよね。握手会、トーク会、17日のトーク会来てください。来てね。ダンス振り付けの動画はスマホです。じゃタブレットのなんかメールは自分の、おお、ごめんなさい、飛んじゃった。自分のあの携帯にしか来ないからタブレットでできないんですよ。ありがとうございます。マシュマロ、どれ行ったら Wi-Fi とかどうすんの。 Wi-Fi? Wi-Fi はWi-Fi は Wi-Fi 経費、新しいスマホ買おう。買えなくない？ね、それってさ全部出るの？なんかよくわかんないんだけど、聞いてみないとわかんないから。だからチアリーダーをちょっとお待ちください。給料もらったら何か貯める、貯めます。あー、ギガだ、ギガ。ギガはあれです、のーなんだっけ、あの中学校までは基本的に外でスマホを使うことはなかったから、5G ぐらいだったかな。だけど今はもう名古屋、こうあのやっぱ動画とか見てくじゃないですか、ダンス動画とか。だから3時間行ってこうやってるから、だから使い放題です。だからあれで今はね使い放題。え、でも普通にあの外で使えるようになってたけど、今まで使えるようになってたけど、どう今は使い放題にしてくれた。あのね、そう、本当の乃木坂46見てほしかった、来てほしかった。じゃあそちらでも広めてくださ いや俺も落ちたね、一応。あのおバカみたいなことして落ちてるから、あの時間を見てないっていう、お姉ちゃんのせいにしとこしとこ。使うことない、Wi-Fi なくて問題ない。 iPad が使えなく、あ、 iPad は外で使えないです。外で使えるよ、スマホは普通にね。スカイワンジュール、眠い、寝な。寝なこくも明日早起きだから寝る。明日は5時台起きだ、5時起きだ、5時起き。移動中は振り向いたか見てるの？見てるけど、めっちゃ朝早い日とかはあの寝てる、結構辛いから。でもでも倍率がすごいからさ、ゴジラ起きやばい。5時起きだし、5時起き。え、一人で起きる？あ、自分で起きる。スマホでタイマーして、あ、目覚ましして。朝メールはあれです、あれです休日は時間決まってないけど、平日は決まってるのでね、
ボイスメールする。あ、30分になったのでそろそろバイバイしようかな。メール送るから。どんなアラーム使ってる？え、なんかさ、アラームでさ、なんかさ面白いのあるよね。なんかの鳴き声みたいな、コオロギの鳴き声みたいな。え、ここは普通のやつ、普通のなんか最初から設定されるなんかやつ、なんだっけあれ、なんて名前なんだろう。待ち受け画面って何？待ち受け画面は大岡さんです。中身も大岡さんです。コテの鳴き声ください。いいよ、ウィーン。お母さんの鳴き声、お母さんの鳴き声、今の。セミの、セミの声ってなんだっけ、ミー、ミー、ミーみたいな。え、ココも声出して行こうぜにしてたんだけど、あ、楽しいシンドロームしてた、してたんですけど、してたんですけど普通のアラームに戻しました。じゃあそろそろバイバイ、そろそろバイバイ。ねえ、そう、大岡さんに怒られたくない。でも大岡さんは優しいから怒りません。バイバーイ。嫌いになってないよ。なんか普通のアラームの方がさいいかなって思う。なんかさ、あの姉ちゃんとかさ、ママはさ、あの耳元でわーって音が流れる、耳痛いって。今の少し X 上げていいよ、イエーイ。バイバーイ。おやすみメール送ります。バイバーイ。